下地康則君。はい、会派自民党宮古地区選出の下地康則でございます。今日の一般質問の最終登壇者となりました。議場におられる皆様方にはどうかお時間までお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。さて、菅総理は今月26日午前、ニューヨークで開かれた国連総会の一般討論でビデオ演説を行い、新型コロナウイルス感染を克服するための国際社会の取り組みに貢献する意向を表明をしております。その演説の中で、新型コロナウイルス感染症の拡大は、人間の安全保障に対する危機であるというふうに捉え、治療薬とワクチンの開発や発展途上地域へのワクチンの公平な供給について全面的に支援する旨を表明をしております。去った10月18日の厚労省担当職員を交えた会派沖縄自民党の東京における勉強会では、これからの新型ウイルスの感染症対策は早期のワクチン開発の基礎研究から生産に至る全工程を加速化するとともに、海外ワクチンの確保および接種体制の整備に取り組み、ワクチンの早期実用化を図ることを目指すとして、一次二次補正を合わせ1977億円が投入されることを報告をされております。ひるがえりまして、本県における新型コロナウイルス感染状況は第2波のピークを過ぎ小康状態にあるものの、警戒レベルとしては引き続き感染流行期である第3段階となっております。今月25日には GoTo キャンペーンのイベントと商店街分野の実施が決まり、外食のイート、旅行のトラベルを含めた4事業が出揃っております。これは落ち込んだ需要を喚起し、地域経済の活性化を目指すものですが、今後、感染拡大を警戒しながら、感染対策を徹底していかなければなりません。本県の経済を回していくためには、冷静に感染状況を分析、把握し、流行警戒期の第2段階への引き下げを目指さなければならないところでございます。そこで、それらのことを踏まえながら、一般質問の通告に従って質問を行いますので、当局におかれましては、県民の皆様方に対して、分かりやすい誠意あるご答弁をお願いしたいと思います。まず、第一に新型コロナウイルス感染についてご質問をいたします。当局は、去った6月議会において、4月15日に、新型インフルエンザ特別対策措置法、特別対策措置法により、宮古地区には、宮古地方本部を設置し、地元自治体や地区医師会との連携を重視し、情報を共有し、意見交換を実施すると答弁をしております。併せて、自民党会派町名で玉城知事へ、離島における県出先機関と地元関連関係機関との情報共有並びに連携を要請し、その要請に応えることをジャハナ副知事が約束をしております。その後の地元関係機関との連携はどのように改善されているのかお伺いしたいというふうに思います。また、今後、感染拡大予防対策として、医療施設および高齢者施設並びに学校施設を含むクラスター対策が最も重要な鍵を握ると考えられますが、その対策をお伺いしたいと思います。次に、農林水産物
不利性解消事業について伺います。6月議会においては宮古地区における紅芋の産地化を推進するためには加工製造が必要条件であるので紅芋ペースト加工品を当該事業品目に加えることができないのかと質問をしたところ、当局は対象品目は国との調整により生産拡大および付加価値を高めることが理解できる農林水産戦略品目が補助対象事業となっていて、保存が可能で集約して計画的な出荷が可能となる加工品は対象外であるというふうに答弁をしております。しかし奄美群島振興交付金では加工品も不利性解消事業の対象品目に加えられておりますけれども、本件としての違いを明確にお答えいただきたいというふうに思います。またカツオ、枝豆について関係機関と意見交換会を行い、県外出荷実績などを勘案して戦略品目への位置づけを総合的に検討するという答弁をいただいております。その後関係機関とのどのような意見交換がなされたのか、総合的な検討結果の内容はどのようなものか伺いたいと思います。次に過疎自立促進特別措置法について伺います。これは大浜議員もご質問したんですけれども、さらに質問したいと思います。本県の過疎市町村は他県と比較して財政基盤が脆弱なことから、今後も新法の適用が必要であるとして引き続き国に働きかける必要があるというふうに考えております。宮古を含め離島市町村においては当該特別措置法の適用は死活問題であります。その後の法改正における進展を伺いたいというふうに思います。そして今一度当局の県の決意をお伺いしたいというふうに思っております。次に下地島空港の利活用について伺いたいと思います。9月10日に下地島空港に宇宙港の整備計画が発表されましたが、その経緯について伺いたいと思います。前回の答弁では平成29年に2期事業提案を公募し、30年3月にリゾート関連、航空機関連、航空人材育成関連等の事業を利活用候補として選定し、現在提案者と条件協議を行って早期の基本合意を目指しているというふうに答弁をしております。今回の PD エアロスペースとの基本合意はどの利用候補者に当たるのか、また他の2社との協議はいつまでに基本合意がまとまるのか、それをお伺いしたいというふうに思います。次に5、尖閣漁場問題についてお伺いいたします。2013年に締結された日体漁業取り決めに係る外国船等調査事業の内容についてお伺いたいと思います。まず事業の目的、それに調査に参加する漁業組合、それと各漁協における直近の実績、これは金額であるとか席数ですね、それと最後に宮古産漁協の直近の実績、金額と席数を教えていただきたいというふうに思います。次に6、新たな政策参与の任命について伺います。今回知事は3人目の政策参与に全沖縄県議会議員亀浜氏を任命をしております。なぜこの時期に参与を任命する必要があるのかお伺いしたいと思います。離島振興、女性の地位向上、子どもの貧困対策、新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会情勢の変化に対応した政策を実行する特命を指示したことになっておりますけれども、知事と亀浜氏が県議会でお仕事をしたのは2年間ほどだと思いますけれども、これまでに任命内容の施策を亀浜氏より提言されたことはあるのかどうかお聞きしたいと思います。
次に最後に我が党の関連質問についてご質問いたします。那覇港湾施設の移設問題について伺います。今般那覇港管理組合により那覇港の将来展望等に関する調査意識調査が実施をされております。その中で従来の港湾計画では南側から物流関連ゾーン、人流関連交流拠点ゾーン、環境保全ゾーンと並べて位置づけられておりますけれども、今回、これを物流関連ゾーンと人流関連交流拠点ゾーンを引き離して、土地利用ゾーンが存在しないエリアを設け、それを変更案としております。この意識調査の手法を見る限り、土地利用を計画しないゾーンを位置づける目的が十分に説明がされておりません。港湾計画を検討する上で、飛び地を設定する手法はありえないことです。これは2つのゾーンを分断するということで、土地利用上関連性のない用地を作り上げることであり、全く非効率で、港湾計画上あってはならない計画だというふうに考えております。民港に関しない施設、例えば軍港施設であっても、那覇港湾管理組合がですね、管理する港湾区域を、那覇港湾組合が管理する港湾区域を専用する施設があれば、その他の施設利用ゾーンとして、それを記入するのが適切であり、県民にとって分かりやすい意識調査となったはずなんです。このような県民にとって理解しがたい調査のあり方について、那覇港管理組合の管理者の長である玉城知事はどう考えておるかお伺いしたいというふうに思います。以上で、答弁を聞いて、再質問したいと思います。休憩いたします。下地議員、我が党関連の質問、されている分については、ペーパーでもらっているものは全部答弁をしますけれども、ペーパーでもらってないものの質問されているので、それは再質問でお願いできますかということですけど。いや、一応紙で、いいですか。はい。再開いたします。知事、玉城デニー君。
下地康則議員のご質問にお答えいたします。下地島空港利活用についてのご質問の中の4-1、下地島空港周辺用地の利活用についてお答えいたします。沖縄県では下地島空港および周辺用地の利活用を促進するため、平成26年度から事業募集に取り組んでまいりました。平成29年度から実施している第2期利活用事業では、周辺用地を利活用するリゾート関連等の事業応募がありましたが、事業実施条件協議が整わなかったため、基本合意書締結には至っておりません。沖縄県としては今後、新型コロナウイルス感染症の収束等、社会経済状況を踏まえて、第3期利活用事業の募集を進め、宮古島市と連携しながら、周辺用地も含めた利活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。その他のご質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。保健医療部長、大城玲子さん。新型コロナウイルス感染症対策についてのご質問の中の1、関係機関との連携及び情報共有についてお答えいたします。県では各地区における新型コロナウイルス感染症対策の的確かつ迅速な実施に必要と認める場合は、保健所長を本部長とする地方本部を設置し、地方機関相互が連携して対策に取り組む体制を整備しております。宮古地方本部については4月15日に、八重山地方本部については4月13日に設置されております。宮古地区においては、これまで計4回の地方本部会議の開催を通じて、関係機関との情報共有を図ってまいりました。直近の9月17日の同会議においては、県出先機関、県立宮古病院のほか、宮古島市および多良間村の関係部署への参加を呼びかけ、今後の流行期に向けた対策を協議しております。今後とも離島地域において県出先機関、地元自治体、医療機関等が連携し、感染症対策に取り組んでまいります。以上でございます。農林水産部長、長峰豊君。2、農林水産物不利性解消事業についてのご質問の中の2-1、対象品目の拡大の検討についてお答えします。本事業は、本県が大都市市場から遠隔地に位置する不利性を解消し、県外出荷量の増加や出荷時期の拡大を図るため、一括交付金を活用して実施しております。本事業では、国との調整を経て、生産拡大及び付加価値を高めることが期待できる農林水産戦略品目を対象としており、保存が可能で集約して出荷、計画的な出荷が可能となる加工品は、補助の対象として認められておりません。品目の拡大につきましては、関係機関と意見交換を行いながら、県外出荷実績など勘案の上、戦略品目への位置づけと総合的に判断していきたいと考えております。次に5、尖閣漁業問題のついてのご質問の中の5-1、外国漁船操業等調査監視事業についてお答えします。外国漁船操業等調査監視事業は、日台漁業取り決めの影響緩和を目的に設置された沖縄漁業基金を活用し、県内の漁業協同組合が外国船の操業等調査監視する事業となっております。漁業協同組合は、公益財団法人沖縄県漁業振興基金の承認を得た事業実施計画書に基づき、外国漁船の監視等を行い、
事業に要する経費について公益財団法人沖縄県漁業振興基金から助成を受けることとなります。以上でございます。企画部長宮城勤君。3、過疎地域自立促進特別措置法についての括弧1、新たな過疎対策法における市町村合併の特例についてお答えいたします。合併市町村に対するいわゆるみなし過疎特例の新法における取り扱いについては継続の是非を含めた検討が行われていると聞いております。県では新法においてもみなし過疎の特例が継続されるよう去る7月29日に知事が沖縄県過疎地域振興協議会とともに関係国会議員に対して要請したほか、8月には島根県をはじめとする19の府県と連携し関係国会議員に対してみなし過疎の継続に関する緊急要望書を提出しております。県としましては引き続き新法制定に向けた動きを注視しつつ関係過疎市町村と連携しながら働きかけを行ってまいります。以上でございます。知事公市長金城勝君。6、新たな政策参与の任命について、6の括弧1、政策参与の任命時期についてお答えをいたします。沖縄21世紀ビジョン基本計画等の期間が残りあと1年半となる中、離島振興や女性の地位向上などの施策を一層強力に推し進める必要があります。また、新型コロナウイルスにより、離島地域の医療提供体制の問題や雇用の面においても、多くの課題が浮かび上がってきております。このような状況下で、社会情勢の変化等にも対応した政策を打ち出していく必要があるため、亀浜市を政策参与に委嘱したところでございます。以上でございます。失礼しました。答弁漏れがございました。7、我が党の代表質問との関連について、7の括弧1、移設協議会の開催について、お答えをいたします。昨年11月に開かれた第26回移設協議会においては、浦添不当地区調整検討会議を設置し、事務的・技術的な検討を行い、港湾計画の方向性を速やかに導き出すことなどが確認されたところであります。現在、同検討会議において、県、那覇市、浦添市の産業戦略や、那覇港における需要の分析等を踏まえた浦添不当地区における、民港の計上案の検討を進めているところであり、次回の移設協議会の開催については、まだ決定されておりません。以上でございます。土木建築部長、上原邦貞君。7、我が党の代表質問との関連についてのご質問のうち、括弧1、那覇港港湾計画の改定についてお答えいたします。那覇港管理組合では、現在、令和2年度内を目途に、浦添不当地区調整検討会議において、浦添不当地区における港湾計画の方向性を導き出すための検討を行っているとのことであります。港湾計画改定については、
浦添不当地区における民公の港湾計画の方向性を導き出し、移設協議会において那覇港港湾施設の代替施設の位置が示され、民公との整合性が確認された後、那覇港長期構想検討委員会、那覇港地方港湾審議会、国の交通政策審議会の議を経て港湾計画の改定となります。那覇港管理組合は民公との整合性を確認した後、港湾計画改定までに約20ヶ月かかるものと見込んでいるとのことであります。以上でございます。下地康則君。下地康則君、休憩お願いします。休憩いたします。ちょっとお願いがあります。ですね、私は最初の登壇でですね、以前、当局が答えていただいた答えも合わせて時間をかけて、質問をしたところですね、全く同じような答えが返ってきております。特に農産、不利性解消事業ですね、それはもうちょっとですね、しっかりと私の質問の思いを、内容をしっかりと考えていただいて、どういう質問をしているのか、その質問に対して的確に適切にですね、答えていただくようお願いしたいというふうに思っております。委員長。再開いたします。下地康則君。はい、まずですね、起立してからすみません。まず、最初の地方、宮古島におけるですね、宮古地方本部、インフルエンザのですね、地方本部の設置についてでございますけれども、これはその後ですね、地元の関係機関のを含めた、そういった議論をされているのかどうか確認したいと思います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、先ほど宮古地区については、これまでに4回、地方本部会議が開かれたと答弁申し上げました。直近の9月17日には、県の出先機関だけではなくて、宮古病院、それから宮古島市、多良間村の関係部署にも参加を呼びかけておりまして、多良間村は、台風の関係で出席できなかったというふうには聞いておりますが、宮古島市は出席されて、意見交換を行っているとのことでございます。下地康則君。委員長。はい、休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。下地康則君。農林水産物不利性解消事業についてですけれども、この奄美群島振興交付金ではですね、加工品もその対象事業に入っていると。で、その奄美と沖縄県との違い、それを聞いているんですけれども、その答弁がなかったと思います。お願いします。農林水産部長、長峰豊君。はい、まず奄美地域につきましては、奄美群島農林水産物と輸送コスト支援事業というのを実施をしておりまして、大きい違いはまず、事業実施がですね、それぞれの奄美群島の市町村が事業主体になっているということですね。で、その中で、この対象品目をですね、例えば加工品であれば、黒糖焼酎、粗糖飲料水、それから産業機械ですね、機械、電気機械、等々をの品目をですね、それぞれの市町村が、の実用な市町村がそのうちから5品目を選定してですね、実施する内容となっておりまして、それぞれ島ごとに状況が違うと思います。そういうことで市町村が事業主体となって、それぞれの地域の特性に合わせて対象品目を決めているというのが、この事業のスキームとなっていると聞いております。で、条件付け事業については、県が事業主体となって、直近の本州のですね、
輸送の不利性を、まあ、補うということで、県外出荷に対して、しかも、生鮮食料品を対象にやっていると、実施しているというところの違いはあるかと思います。下地康則君。はい、ありがとうございました。次にですね、下島空港の利活用に関してでございますけれども、1社は合意が取れたと、で他の2社の協議はいつまでに基本合意がまとまるかというような答えをまだいただいていないと思いますけれども、お願いいたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、平成29年度に第2期事業を公募しまして、平成30年3月にリゾート関連、航空機関連、航空人材育成関連と5つの事業を利活用候補事業として選定しておりました。県としてはすべての事業が実現可能と考えて前向きに協議を進めてきましたが、今回合意に至った事業以外の4つの事業につきましては事業実施の条件協議が整わず辞退ということで終了しております。以上でございます。下地康則君。それでは他の4つはもう辞退という形になって、合意書が取れているのはその1社だけということですね。土木建築部長、上原邦貞君。はい、その通りでございます。下地康則君。下地島の土地利用ゾーン計画ではですね、航空関連ゾーンが375ヘクタール、観光ゾーンが133ヘクタール、国際都市ゾーンが80ヘクタールとなっておりますけれども、PD エアロスペース社はどのゾーンに適用することになるんですか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。周辺用地のゾーン分けございますけれども、今回の PD エアロスペースにつきましては空港敷地の中のゾーン、エリアを利活用していただくということでございます。下地康則君。はい、それでは他のですね、観光ゾーン、都市、国際都市計画ゾーンはですね、これは今現在農村地域がかかっているというふうに思っているんですけれども、このゾーンにおいては農用地以外の土地利用となるというふうに考えますので、その制限の解除手続きは県としては進めているのかどうか、それをお聞きしたいです。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。周辺用地の利活用につきましては現在、農地としての活用もされておりますので、課題としてあるというふうに理解しておりますが、この、下島空港の周辺用地の利活用が実施されるまでの間ということで、利用していただいているという状況でございます。したがって今宮古島市とも協議を進めておりますけれども、一緒になってですね、その農地的土地利用を解消しながら利活用につないでいくということで、連携して取り組んでいきたいと考えております。下地康則君。ですね、これ農地以外で利活用されることになっているんですよね。でそうであればそれはもう農村地域を解除すると。で農村地域を解除してもですね、農業ができるんですよ。わかりますよね。ですからもし県がそういう計画を持っているならば、そういう制限を、土地の利用の制限をですね、しっかりと解除してすぐその計画が
進めるように、またこの解除するまではですね、かなり時間かかるはずですよ。それ分かってるはずなんです。それをしっかりとまず解除をして、その計画が張り付いたときに、その計画がスムーズにいくようなやり方をしなければダメだと思いますけれども、どうですか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長上原国貞君。はい、お答えいたします。この利活用に向けてですね、宮古島市もそうですけれども、農林サイドともですね、協議をしております。ですから、その利活用に向けてですね、連携しながらやっていきたいということでございます。下地康則君。計画が張り付いたときに、決定したときにですね、スムーズにその計画が進めるように、ぜひ県の方でもですね、その鋭意努力をしていただきたいというふうに思っております。次にですね、尖閣漁場の問題でございます。これはですね、その外国船操船等、操業等調査監視業務はですね、この調査業務と合わせて漁を行う場合はですね、その漁獲高を漁民は報告しなければならないんですね。そうすると、なかなか効率的な漁業を行うことができないと。で、それで当該報告書の簡素化が図れないかというような声が聞こえておりますけれども、そのあたりはどうですか。休憩いたします。再開いたします。農林水産部長長峰豊君。はい、お答えします。まずこの、監視等調査、調査監視等事業なんですが、当初はですね、いわゆる漁獲についてはできなかったんですが、漁業者会の要望によってですね、まず、一緒に 漁獲も、可能となっております。で、事務手続き等のですね、簡素化につきましても、漁業者会の要望を受けてですね、今後また、関係機関とも連携しながら、対応していきたいと考えております。下地康則君。はい、ぜひこれは漁民のためにですね、進めていただきたいというふうに思っております。次に、政策参入の件に関してお伺いいたします。これまで知事はですね、離島振興を政策の一丁目一番地というふうにおっしゃってきております。この2年間の離島振興を含めたそれらの政策は、その効果の発言が思わしくなかったのかと、そういったことで、この政策参与を任命しているのかというふうにも考えられますけれども、それらの任命した政策の現在、どのようにどの程度ですね、その政策が実現しているのか、また今回政策参与を任命したことでですね、どれだけの成果を上げようと、また上げることを期待しているのか、それをお聞きしたいと思います。休憩いたします。
再開いたします。企画部長宮城勤君。はい、県ではこれまで離島振興計画ですね、これに沿って、事業の進展を行って、施策の展開を行っております。で、離島振興の各取り組みには PDCA による進捗管理を行っておりまして、おおむね前進をしている部分もある一方、後退しているところも約 10% 程度ございます。これらについては自然環境の影響であったり、本島と共通する部分もあるんですが、これらの政策、これらの課題を克服するために、それぞれの島の実情に応じた産業の振興等を行っていく必要があると考えておりますし、ウィズコロナ、アフターコロナの世界でですね、テレワークの進展であったり、IT を活用したもろもろの振興策を推進していく必要があると考えているところでございます。議長。下地康則君。はい、よくわからないようなご答弁だったと思います。私はですね、この時期の政策参与の任命は去った宮古地区における県議会議員選挙での候補者一本化の結果であるというふうに思っております。これは明らかに宮古地区においてこれから沖縄行われる市長選挙への地ならしというしかないというふうに私は考えております。それとですね、那覇港に関する問題ですけれども、この調査はですね、もう一度しっかりと考えて再調査をまた再アンケートをする必要があるというふうに考えておりますので、私のご質問を終わります。ありがとうございました。